福島第一原発と同じくらいの津波に襲われたのに無事だった原発があるって本当ですかこれは本当に日本国民が知るべき大事なことの一つなんですねこれ津波の程度も同じぐらいだったけどだいたい福島第一原発のすぐ北ですこれ東北電力の女川原発というところでこの防潮堤を福島第一と違って少し高くしてただけで全く何も起きなかったんです。反対派のの町民の方が 原発が一番安全だとおっしゃってこの女川原発の中の体管に住まわれていた時期もあるぐらいですしたがって事故原因も全然違うもしも原発そのものに問題があるんだったら防潮堤だけでこんな変わるはずはありませんね。